大阪府最生会地里病院は大阪府水田市にある民間病院。卒後臨床研修病院や大阪府災害拠点病院、大阪府災害派遣医療チームの大阪 d マットなどの指定を受けている。併設型救命救急センターとして、最生会地里病院地里救命救急センターが開設されており、ドクターカーを運用している。この府は、 医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。この節は、医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。ドクターカードクターカーの出動回数は、病院間搬送も含め年間2000件以上と、日本トップレベルである。また、陽性から出動まで2分以内を維持している。 大阪府と野医療圏の消防本部の救急救命士がドクターカーに同乗し医師の指導の下で現場活動を行うことでメディカルコントロールの充実にも貢献している大阪市の救急病院に搬送することもあるどっこいせ福地山花火大会屋大爆発事故の際には市立福地山市民病院まで出動し分散搬送を行った大規模災害時には 災害派遣医療チームの大阪 DMAT として出動することもある。専用の DMAT カーが導入されたため、主にそちらで出動する。ありがとうございます。